DPX Pops。 はい、今日は軽自動車検査協会に向かっております。うちからね、一番近い軽自動車検査協会は、バイクで10分もかからないところにあります今ね、僕が所有している、まあ、バイクも含め車もね、全部軽自動車扱いなので、軽自動車検査協会以上の場所には用がないわけですよ、うん。まあ、せいぜいだから市役所とか軽自動車検査協会にしか用がないわけですね。ただね、まあ、習志野にあるんですけど、軽自動車検査協会って大体ね、どこのエリアでも、車検場の近くにあるので、うん、まあ、手間としてはそんな変わんないですよね。各書類の枚数がちょっと変わってくるぐらいのこと で、軽自動車検査協会に何の用があるかというと、簡単に言うとね、まあ、一種の名義変更ですね。今まではね、所有者が、まあ、ローンの組んでる会社で、使用者が僕っていう感じだったんですけど、まあ、これがね、両方とも所有者も使用者も同じになるという、まあ、要はローンの支払いが終わったので、ってただね、ローンの支払いはもう去年の段階で終わってるんですよ。終わってるんだけど、まあ、めんどくさいんでこう先延ばしにしてたわけですね、うん。はっきり言ってね、何の不都合もないんですよ。所有者が、まあ、ローン会社の名義のままでも。ただ手放すときに、名義がね、揃ってないと売り飛ばせないと、うん、まあ、そういう問題が出てくるんで、まあ、手放すときには必要になってくるんですけど、で基本的には普段乗ってるときにはそこがね、同じじゃなくても何の不都合もないわけです。なんでね、そこをね、いきなり、揃えておこうかって思ったかというと、この間お話しした通り、ちょっとね、病気になりまして、これからは高血糖ライダーリターナーと呼んでくださいで、まあ、高血糖自体はね、まあ、それだけで即死ぬっていう病気ではないんですけど、まあ、いろいろ合併症とかが起きてきて、うん、まあ、心筋梗塞とかね、脳梗塞とかね、うん、まあ、そういったことが原因で死ぬということは出てくるわけですよ。まあ、そこまでじゃあ結局ないというかね、まだ、まあ、それでもほっとくと1年以内にはどうか分かんないよっていう脅しが入ったんですけど、今でこそ高血糖だって判明したからいいんですけど、まあ、よくはないけどね、うん、よくはないけど、その原因が分かったから、あ、だからこういう体の不調なんだって分かったんで少し安心はしてるんですけど、そのね、手続きをね、しようかなっていう気持ちになったのは、あ、これちょっと何の病気か分かんないけど、ぼちぼち死ぬかもしれねえなって思っちゃったわけですよ。そうすると、まあ、うちの奥さんいろいろとね、手続き的なこと苦手なので、まあ、やれることはやっといてやんなきゃなということで、まあ、いろいろとね、手続きを開始したわけです。その中の一つが名義変更ですね。所有者の変更、これはローン会社に、連絡を取って、で手続きに必要な書類を取り寄せて、で書類を持って、まあ、軽自動車検査協会に行って、で所有者の変更を行うわけですよ、うん。まあ、ちょうどね、まあ、これ今動画流すのはおそらく9月ぐらいになっちゃってると思うんだけど、ちょうどお盆の頃です。だからお盆休み挟んでるんで、まあ、もろもろの手続きがね、止まっちゃってる状態だったんですけど、うん、まあ、それがね、無事書類も届いて、軽自動車検査協会もやってるので、で向かってるわけです。病気のこともそうなんですけど、人間ってまあ何の不都合もなくね、日々を過ごせるっていう状態が続くと、まあやらないですよね、うん。やってもやらなくても大丈夫ってことは、まあやらないですよまあその車の名義変更もね、そんな中の、うん、一つだと思うんですけど、
所有者がね、あの自分じゃなくたって全然問題はないわけですから、うん、だからもう本当ギリギリまでやんないですよね。まあやる人もいるんでしょうけどね。名義変更について一つ、あの、まあ、所有者変更について一つ言いたいんですけど、車が売れなくなったって言われて久しいんですが、まあ、それは売れねえよって思ったわけですよ。でまず何かっていうと、まあ、もちろん現金で買う人って結構いるとは思うんですけど、まあ、それでもね、新車を買うときにローンを組むっていう人は、まあ、僕を含めて多いと思うんですよ、うん。まあ、現金で買えなくもないんだけど、手元になんとなくすぐ使える現金は置いておきたいと、うん、まあ、そういう人であるとか、まあ、あとは僕みたいに、うん、個人事業主だったり、うん、まあ、そういう人はね、あんまりまとまってお金をポンと動かしたくないっていう気持ちがあるんですねまあそういうのもあって、うん、まあ現金では買わないっていう感じになるんですよ。まあバイクとかね、20万30万のものだったら、うん、現金で買ったりもするんだけど、やっぱりね、うん、200万単位ぐらいになるじゃないですか、今軽自動車でも。だからそうなってくるとちょっとね事情が違ってくるよと、まあ、いうお話です。でローン会社に頼るわけですけど、そのね支払いはまあ別に納得づくでお互いやってることなんでね、金利がどうとかどうとかっていう話はいいですよ。まあ、うん、ローン会社もお金貸す以上はね、見返りがなきゃ貸せないわけだから、その金利が高いとかそういうことはどうでもいいんですよ。問題なのはね、その払い終わった後、うん、まあ、今回のそのローン会社もそうなんだけど、払い終わるじゃないですか、うん、払い終わってね、でそのはい払い終わりましたよみたいな証明書ってまあ発行しないですよね、うん。まあ、銀行からの引き落としがなくなるから、それをもってあのローンが終了したという証明に、例えば裁判とかがあった場合ね、うん、なると思うんですけど、うん、手続きが必要な時、そういう時に、支払いが終わりましたっていう証明って何らかの証明が必要じゃないですか。まあ発行しないですよね、うん自主的に。こっちがね請求すると発行するんですよ、うん、けどそれがないとね永久に発行してこないですよね。いや常識的に考えてね、所有者の変更ってどっかのタイミングではやらなきゃいけないとは思うんですよ。だから絶対必要になるじゃないですか、うん、そうしたら支払いが終わった時点で、はい、それ証明書を発行しますよっていうのが、うん、普通だと思いません？社会一般的に考えて。それやらないですよね。で今回の場合は、特に何もなかったんですけど、前に車のねローン支払った時、同じく証明をねするっていうことで、請求したわけですよ。どこだっけ、オリコかな、うん、オリコのローン会社にそれをね請求したわけです。そしたら、お金取られましたお金取るんですよねあんだけ散々金利とか取っておいて、委任状とかねそういったもの発行してもらうのにいくら取られたかな。その時ね確か3000円ぐらい取られた気がする、うん。今回のローン会社は無料で、まあ、向こうも何も言わないんだけど、うん、こっちもまあ当然何も言わないわけですけど、うん、はい、軽自動車検査協会に到着いたしました。ここがね軽自動車検査協会なわけですよ。でそこの建物で手続き、こっちは車検やる時のコースらしいですね、うん。無事所有者変更が終了しました。だいたいまあ30分ぐらいですかね。本当ならねこんなに時間かかるはずはないんだけど、
もうちょっとね簡略化できないかなと思います。実際に手続きしてみるともうねバカバカしくなるぐらい書類書かされますよね。何枚あの名前書かせるんだと、言いたくなるようなね枚数ですよ。3枚ぐらい書かされたかな。だからその車検をねまあ受けるのと違うわけですよ。その所有者の名前を変えるだけなのにそんなに僕の名前必要ですかっていうぐらい住所氏名書かされますよね。あ、そう、生年月日も書かされた。必要ですかそれ本人確認とかが必要なのであれば、まあ、免許証でよくないって話だよね。でね、まあ何が言いたいかというとそういうね、手続きの面倒くささ、こういったことも車離れの一つにつながってますよね、明らかに。まあ公的なものだからね、手続きがどうしてもある程度複雑じゃないと、偽造できてしまったりとかいろいろな問題はあると思うので、ある程度は仕方ないと思うけど、それにしてもちょっとねハードル上げすぎだろうと思うわけです。所有者のみの変更が起きるのって基本的に今回みたいにローンが終わったとかね、あとは例えばそうですね、家族の所有物だったんだけど、例えばお父さん死んで息子がその車なりバイクを引き継ぐと、まあ、そういう状況だと思うんですけど、そういう時って、まあまあ死んだ云々という時はともかくとしてね、あのローンの支払いが終わった時ってさそのローンを納めてた会社が、支払い完済しましたよ、だから所有権を移行するのを許可しますっていう、まあ、証明書みたいなのを発行する。で、まあ、今回は僕が役所に行く。で、名前を書き換えますよ、ここの部分だけって、限定的なことをやるわけですよね。そしたらそのまあ筆跡確認ぐらいのつもりで、住所氏名1回ぐらいは書いてもいいけどさ、基本的には必要なくないって話だよね。基本的には書類書く必要すらなくないって、本人の証明と、その譲渡するっていう証明、何らかの証明があればあとはもう自動的に手続きできるでしょ。あ、そうそう、あの車検に書いてあることを全部記載させられましたよ。あ、必要それっていう感じですよ。あの煩雑さ、あれはね、やっぱり車とかが売れなくなる一因なんだろうなと思います。車を買う、いろいろ面倒くさいんでしょっていう頭がねどっかで少しみんな生まれてくると、したらやっぱりああいうね役所とかの各種手続きの煩雑さ、あの辺が、まあ、その一端を担ってる気がしますね。その手続きに関するねことを手取り足取り全部教えてくれとかやってくれとか、まあ、そんなことは言わないけども、ちょっとね、考えるべきなんじゃないかなと思います。少なくともこう100万単位のお金が動くようなことなので、その支払いが完了しましたぐらいの通知はさ出して叱るべきなんじゃないの。まあ僕はそう思いますけどね。というわけでね、車離れバイク離れ、その一因は、手続きの煩雑さと、まあ業者のね、いろいろなうさんくささ、ここら辺が絡んでるんじゃないかなと思いましたというお話でした。ではまた。